HKS GR スープラプロジェクトの大森です。先日納車された RZ グレードのデモカーなんですが、純正の計測を終えました。それからですね、現在発売されているスーパーエアフィルターハイパーマックスツーリングの確認を終えました。また別途ですね、北米仕様向けの、デュアルマフラーの取り付け確認も行いました。今回からハイパーマックスツーリングではない車高調タイプの MAX4SP の開発を行っていきたいと思います。取り外した純正のサスペンションのスプリングの長さやスプリングのレート、それから荷重の立ち上がり、またショックアブソーバーの減衰力、ストロークの長さ、バンプラバーの長さと細かいところまで計測して、今までの HKS のサスペンションのノウハウをつぎ込んで試作を作成しました。これから取り付けていきたいと思います。MAX4SP の試作品の取り付けが完了しました。MAX4SP は、サーキット走行を主眼に置いた車高調です。GR スープラ、とても運転の楽しい車ですので、サーキットで運転を楽しまれる方もたくさんおられると思います。その際にですね、より速いタイムで走れるようにこれからセッティングをしていきたいと思ってます。実際にサーキットにこちらの車を持ち込んで、高負荷状態での走行中の、サスペンションの動きを前提に、スプリングのレートや、ショックアブソーバーの減衰力、それからバンプラバーの特性までトータルでセッティングを行っていきます。